今回のモンスターライフは去年12月に行ったコント公開収録最終夜。残ったコントは3本、コロナ禍の1本はお蔵入り。果たしてどのコントがオンエアされるのか。やあみんな、僕の名前は自家発電マン。おでこについてるこいつのおかげで僕は生きてるんだ。ほら見て見て、自家発電してるよ。自給自足圏のエコシステム。あれ、エネルギーが切れちゃったみたい。自家発電マン活動停止。誰か僕のおでこに火星をください。エアプリーズ、エアプリーズ。カット。全然面白くねえんだけど。すいません。なんかさ、照れてない？いやいや、そんなことは。おめえがそういう中途半端だとさ、こんなに面白いものが面白くなくなんぞ。すいません。ちゃんとやって。はい、すいませんでした。自給自足のエコシステムな。はい、すいませんでした。あとそのさ、はい、滑舌どうにかなんねえの？あの永遠の課題。知ってるよ。ですよね。しっかりやってくれよ。すいません、頑張ります。やる気あんのかよ。なあ、やる気あんのかって聞いてんです。答えてください。やる気、そんなんそもそもねえよ。なんなんだよ。誰か僕のおでこに風をください。しょうもな。お前もう一回言ってみろよ。しょうもな。てめえこれ、なんでその演技がボケかす。すいません。このコントはどういうコントだ。ねえ、どういうコントだ。答えろボケかす。意味わからないコントをやる俳優と監督が喧嘩をするコントです。てめえの役はなんでボケかす。監督です。足りねえよ、監督感がさ。全然足りねえ。てめえんだからなってる。全部出せ。すいません、あの普段人を怒ったりとかしないもので。しろねえ。てめえがそんな中途半端じゃこいつがやりにくいだろ。ねえ。はい、すっごいやりにくいし、もっと来てほしかったです。うれえ、お前こんな格好で言われてんぞ。うれえ。すいません。おい、てめえやる気あんのか。なあ、やる気あんのかって聞いてんじゃん、ボケガス。俺やる気はないっす。あ、やる気はねえって言ってんだろ。俺は俳優なんだよ、なんでこんなのやんなきゃいけねえんだよ。ちょっと待ってよ。ねえ、何言ってんの。お前だってさっき言ってただろ。いやさっきのはセリフだし、本当に思ってるわけじゃん。あ、僕は思ってないですよ。やるんだったらさ、こういう全身タイツで、ほらよく見てみろ、こんなアホみたいな顔してもさ、バカでもさ、できるような、そういう役がやりたいの。調子乗ってんだよ。なんだよ、気遣ってんのかよ。てめえ、監督に向くっていい度胸じゃねえか、これ。俺はな、全身タイツがやりたいんだよ。やめつ。カット。お疲れ、お疲れ。あ、お疲れ様です。監督どうでしたか、僕の監督っぷり。うん、クソだね。え、クソクソ、うるせえだけじゃん。え、はい、すいません。君がそんな感じで監督を演じちゃうとさ、実際に監督をやってる僕がそういう人間だと勘違いされちゃうじゃん。僕、あんな規制あげないよ。すいません。僕はどうでしたか。君は良かったよ。ありがとうございます。あの、僕はどうでした。滑舌だね。はい、努力します。あの監督、できればなんですけど、もう一回監督の登場からやらせてもらえませんか。監督の登場から。はい。うん、どの。あ、僕の監督の登場から。でしたら僕の監督の登場から。監督登場するなら僕の方からでいいんじゃないですか。どうでしょう監督。やっぱり僕の監督の登場からやった方がいいんじゃないかと。監督的には最初からやりたいな。あの、僕のところから。そう、君が監督のところから。監督、この人が監督だったことはないです。
あ、そっか。もうしっかりしてくださいよ、監督。じゃあ僕が監督ですね。ちょいちょい、監督は私だからね。最初からやるんでしたら僕が監督のところからですよね。でその後僕が監督で登場して、その後私が監督で登場して、いやいやいや監督は登場しなくていいんです。監督は監督なんで監督だけやってください。ちょっと待って、もうわけわかんなくなってきちゃった。監督リリースされる夏夏子のデビューシングル、夏夏夏子夏夏子でした。おお、神曲確定なんだぞ。やっとデビューまでこぎつけることができました。こんなどこの馬の骨かもわからないひよっこの歌なんて誰も聞いてくれないって思ってたんですけど、一人見つけた。待て、ねえ君、このままずっと夏子お家でいてくれる？待て、おす。じゃあ夏子と指切り円満しよう。夏子さん、お母様、なりません。痛い、お母様、痛いじゃない。お母様、夏子さん、ファンとの接触はなりませぬとあれほど言いましたよね。いいじゃない、この人は私に初めてできたファンなのよ。いいえ、なりません。アイドルというのは神聖なるものでなければならないの。それをお接触だなんて、お下品中のお下品、お下品だわ。お下品、お下品中のお下品、お下品。お母様、私は今大事な大事なステージの途中なのよ。それを邪魔するなんて、お母様こそお下もう下夏子さん、あなたは私の言う通りにしてればいいの。あなたは私のお人形さんなのよ。お人形さん？そう、お人形、お人形の中のお人形。おにに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 、おにおにに、おにに、いや、もういや。お母様はずっとそう、私はお母様の人形さんじゃない。もううんざり、お母様の顔なんてもう見たくないわ。どきょー、夏子さんが絶対宣言だ。どこ夏子さんも言うようになったわね。それじゃあ、同じ衣装？今日から私が夏夏子よ。ミュージックスタート。もう夏なんだから。夏夏夏、私が夏子、夏夏夏、もう夏なんだから、夏夏夏、あたし夏子、御年65歳、夏夏子です。コラーゲンちょうだい。お、すごい、完璧なダンスだ。あなた、あたしのファンになってくれる？ちょっと待って、この人は私のファンなのよ。あたしのファンよ。あたしのファンよ。あたしのものよ。離せー。
夏子さんが好きすぎて同じ衣装になっちゃったよ。コラーゲンちょうだい。もういやこの度はミュージカル夏子インコラーゲンにご来場いただき誠にありがとうございました。もうお母様、急に変なアドリブ入れるのやめてよ。私超笑いそうになったじゃん。私あそこ飛んじゃったのよ。おいババ、座るまでには練習しとけよな。それでは千秋楽まで突っ走ります。皆さん本当にありがとうございました。ということで、揚げ物トリオ漫才ミックスフライがお蔵入り。その理由は、いくぞ、ひれかつなら2個あげよ。笑いながら演じている。忘年会みたいなノリが痛々しい。ミックスフライ封印です。誰この日のために頑張った準備、お金かけすぎて結果ボンビ。オーカー秀蔵さん、嘘つけ。それ以外か。最後の忠告です。僕は何成人なんだよ。わかるんだよ。でもいい加減にしろよ。君、やめろ。可愛いと作る。大丈夫か。はい、おしよう。待たせたな。キラーン。こういうつもりで持ってきたんじゃないですけど。危ねえよ。次回、モンスラ歌企画始動。人気 YouTuber 虹色侍のズマさんが登場。